資源エネルギー庁によりますと今月22日時点のレギュラーガソリンの1リットル当たりの平均価格は169円で前の週に比べると0.8円値下がりしました2週連続の値下がりです原油価格は高止まりしていて政府の補助金がなければ1リットル当たり202円近くになると見られていました